あのみんなが作ってくれたチャンスだったので、なんとか出したかったので、よかったです。そしてそれにしても終わった後、すごい手荒い祝福でしたね。いや、最高でした。終盤に追いついて、なかなか決勝がやれない中、どういう思いで選挙を決めていたんですか？でも自分の中では行ってもいいよ、準備はしてたいって準備はしていたんですけども、あのみんなが一生懸命戦ったので、これぐらいかなと思います。改めて最後のシーン、今ビジョンに映し出されましたが、苦笑いしたがるんですけど、いかがですか？いや、皆さんが喜んでくれたらそれが一番です。代打成績4回目、ヒット3本、フォアボール1つ、一度も失敗してません。もちろん嬉しいことなんですけど、ね、まだ始まったばかりなので、先は長いので、少しでもそれで結果が出るように頑張っていきたいと思います。久々に気持ちいいです。本当に気の早い話で恐縮ですが、阪神とヤクルト敗れました。ドラゴンズ単独首位。今日明日は喜んでいただきます。さあ、本当に決めファンの皆様に一言お願いします。先長い戦い続きます。また全員で戦っていきましょう。